そんなことして俺のことからかってたのか。違う、片桐君絶対に言わないでね。あいつはどこにいる？本当に知らないんだ。いっそこのまま時間が止まればいいのにって。七尾、私のこと見つけられる？見つけてくれたら嬉しいな。でも怒らないでね。七尾の笑った顔が大好きだよ。美代より起立。私が殺した。俺が殺した。俺が殺した。僕が殺した。私が殺した。俺が俺が俺が殺した。お前らふざけるなよ。ねなあ、誰か知ってるか？美代の君、その名前は美代。美代がどうかした。黙れよ。あのね、彼女はもうこの学校にはいないわ。え？白井美代という生徒がここにいるか。美代さん、美代のこと知ってんのか？美代はどうしてそんな風に見たから？まだ分かってねえみたいな。バカか！ちょっと待って。生徒たちの間ではもっと違う噂が流れてる。どんな噂だ？白井美代は死んだ。なんだよそれ。なんだよこれ。白井美代がいなくなったのは赤羽会長が。違う。え？いい、私は何もやってないわ。気持ち悪い。え、かっこい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 い。かっこいい。絶対かっこいい。あれが怖いか。ゆかり、手伝ってほしいことがあるんだけどいいかな？はい、オッケー。じゃあわがままなお嬢様の森も結構大変なんだよ。ストレス発散くらいしたくない？それでもあなたは私から離れない。あ、俺自然とか好きだし。なんだでも約束ね、それまでに私この曲仕上げておくから。おう、俺も手紙書くな。俺があの時もっとちゃんと話を聞いていれば。やめろかお前。あの時どうしたんだよ。先輩たち妙に何をしたんだ。何もしてない。やっぱりここにいた。美代、先輩他には何か言ってなかった？僕に任せろ。かっこいい。あ、赤羽会長、おはようございます。ごきげんよう。開けてくれる？